中華航空605便オーバーラン事故とは、中華航空のボーイング747-409が1993年11月4日に、イギリス領香港、京都空港で起こした航空事故である。機体の損傷は少なかったにもかかわらず、結果的にボーイング747から400型機では、初となる全損事故となった。 1993年11月4日、中華航空605便は、乗員22人、乗客274人を乗せて、台湾の中西国際空港を離陸し、香港の京都区空港に向かった。機体はボーイング747から409で、完成して1年にも満たない新鋭機であった。台風23号の進路図605便は、順調に飛行し、いよいよ、 京都空港への着陸侵入を始めた。しかし、当日香港には台風23号が接近しており、機体は強風に煽られた。605便はタッチダウンゾーン内には設置したが、その後の横風への対応に手間取り、自動ブレーキシステムが解除されていることに気づかなかった。機体が安定した後逆噴射装置を作動させたが、残りの滑走路だけでは止まりきれずにオーバーランし、 海に落ちて浅瀬で停止した。死者は発生しなかったものの10人が負傷した。機体の損傷はひどくなかったため、中華航空は機体を引き上げ修理する計画であった。しかし、格差した場所が滑走路31側の離着陸の経路にあたり、事故機の垂直尾翼が離着陸の際に邪魔になる上、機体を浅瀬から引き上げるのにも時間がかかるため、 空港側からの早急な撤去の要請もあって、中華航空側は、事故現場で垂直尾翼を切断した。垂直尾翼は、機体の基本構造とつながる構造部材であり、切り離した後再利用することはできないため、修理可能ではあったものの全損事故扱いとなった。ありがとうございます。